はい、どうも、新宿アボイ金城です。伊佐です。新宿アボイの中年の市長でございます。いやということでね、ありがとうございました。いや、本当に金城さんのね、はい、北海道滞在期、はい、ね、ちょっと聞かせていただいて、5回にわたってね、お送りしました。これも名物企画にしていきましょう。いや、名物企画ってそんな行かないよ、俺毎回北海道そんな、そんな押しかけていきましょう、市長に。いや、行きましょう。来たよ来たよ、とつとつします。いや、観光大使来たよ。いや、そういう、いやー、すごく、いや、怖いよ、俺は。観光家の方とか聞いたらどう思うのかなと思うんですよ。聞いてないと思いますよ。いや、それは分かりませんから。そうですか。あいこさんって結構ヤバい人なんですか？とヤバい人ですよもちろん。いや、ナイスですね、みたいな。ヤバい人ですよ。ヤバい人ですよ、金城さんは。いや、金城さんがね、北海道行ってる間ね。ああ、そう、ガブニーさん、ね、いや、私ね、結構大変な目に遭いましたね。もう何ですか？本当に、人生で 初体験でヤバいなって思ったんですよ。はい、選択肢なんですよ、僕。はい、で、天気良かったんで、はい、外にね、ワイシャツとか、はい、普段着るシャツを干してたんです。はいはい。そしたらね、ちょっと風がふわって吹いてて、なんか吹いてんなみたいな。で、ちょっと洗濯物がこう物干しからちょっとずれるみたいな。あ、はい、これ結構まあ何回も、それは以前にも経験してたんですけど、うん、今回初めて洗濯物飛ばされまして。あら、風で。風で、うん、で、2枚ね、シャツ干してて、はいはい、1個は本当に下の遊歩道に落ちたんです。なんでこれは良かったんですけど、はい、普段よくね、漫才で着るワイシャツが下の階のベランダに、あらららら、ね、引っかかっちゃって、はいはい、どうしようかなと思ってさ、うん、で、1個のその遊歩道に落ちたやつを取りに行った時に引っかかってるとこ見に行ったわけ、うん、で、俺3階住んでて、はい、2階のね、はい、人の引っかかってさ、で、本当にもうギリギリで引っかかってんのよ、うんうん、どうしようかなって、うん、ちょっと長いものありゃなんか取れそうだなと思って、うん、で、その人のさ、窓見たらカーテン閉まってたからさ、うん、もしかしたら寝てるかもしれないなって、うん、で、このままなんか家にピンポン鳴らすのもなと思って、あ、まあね、うんうん、物干し竿をね、うん、ちょっと引っ張って、うんうん、下の階にちょっとスーってやってみたんです。はいはいはい。届かない届かない、うん、え、届かない、届かないんで、バルコニーだから本当に狭くて、はい、いいポジションが取れなくてさ、うん、スーッてやってても何回やってもダメなのよ、うん、どうしようかなと思って、うん、それも一旦諦めて、はい、風呂入ったんですよ、シャワー浴びて、うん、はい、で、今どうなってかなと思ったらないの、うん、あ、シャツがもうシャツがなくなってて、あれと思って見たら、うん、その下の階の人が自分のシャツを干してるわけ、うん、はい、気づかれたと思ったの。うん、なるほど。気づかれて、あ、それも処分されたかなとか、うん、その人からしたら分かんないからさ、うん、どうしようかなと思って、まあでも今のでこれで起きてるなって思ったから、ピンポンの話行ったのよ、うん、あ、すいませんっつって行ったんだけど、全然出てこないの、うん、なんか留守っぽいなと思って、あ、もういいや諦めたと、うん、で、普通にワイシャツ買いに行きました、私。もう諦めたの？諦めた。諦めたっす。でもその人どうしたんだろうね、下の人は。と思ったら、うん、翌朝ね、ほう、家を出たら、うん、うちの玄関にワイシャツ置いてありました。うん、あ、届けてくれたんだ。届けてくれた。なるほど。だからまあピンポンはなってないけど、それは伊佐さんとはわからないから、うん、まあ、イルス使ったイルスを使ってるのか、うん、それか物をした方が完全にバレてるかね。ああ、やってたのか、やってたのか。いや、別にそれでもそれさすげえ俺怖いなと思う、自分が、うん、まあまあ確かにね、怖いよね、急に棒を振って何かやってんなみたいな、うん、で、すごく何回も何回もやってんなって思ったらさ、うん、それってどうするのが一番いいのかね。俺すげえ迷ったんだよ、本当に。もう完全にシカトするべきか、しつこく何回もピンポン鳴らしてさ、向こうからしても多分怖いじゃん、うん、でもまあこっちも怖いしさ、うん、どんな人が住んでるか分かんないしね、うん、どうすんのが一番良かったのかなとか、結構一日中悩んだんだよね、それ。で、まあ一応それやってくれたから、うん、まあ一応俺の手紙書いて、ね、うん、ドアポスト入れといたんだけど、はい、なんか何が一番良かったのかなって、そういうの、まあ諦めるのが多分俺一番良かったんだろうなと思うんだけど、
まあでもね、それもあっちもどうしていいか分かんないだろうしね、うん、もしいい方だったら、いやこれなんだろうと思って、うん、俺検索したもん。何を検索した？ネットで物、洗濯物を風に飛ばされる下の階とかって出てくるもん、そういう出てくる、出てくる、はい、で、まあその人たちの意見だと、うん、マンションのエントランスに置いてありますみたいな。ああ、なるほどね。でもそういうエントランスのあるような家じゃないから、はいはい、あーと思って。なるほどね。悩んだんだけどさ、飛ばされたことある？いや、今は思ってるけどね、あのね、目覚まし時計が、うん、あの窓に置いてあって、うん、それがなんだろう、カーテンかなんかに押されて、うん、ボーンって飛んじゃって、うん、隣の家というか、隣が一軒家で、うんうん、そこの屋根に、あら、なんか倉庫かなんかの屋根に落ちちゃって、朝になったらアラームになる、ジリリリって。そうそう、あら、なんだろうこの音と思って、で、窓開けたら、あの時計が鳴ってると思って、あ、時計落ちてんだって。で、まあその日はとりあえず目覚ましになったけど、止まるの待って、で、まあ寝てしらっぽりして、で、次の日もまた鳴るもんだから、いや、これ電池なくなるんで、毎朝鳴るなと思って、いや、周りの人に迷惑かけんなと思って、どう、行きましたよ、さすがに。ああ、その人んちに、人んちに、まあ、でっかいね、ちょっと屋敷みたいな、大きな家だったんですけどね。だからあっちからしたらわけわかんないでしょ、ピンポンと、あ、すみません、隣の住んでるものなんですけど、目覚まし時計が、倉庫に、あ、そちらの倉庫に落ちまして、目覚まし時計が落ちるってわけわかんない。え、どういうことですかみたいな感じになって、いや、裏の庭になると思うんですけど、庭にある倉庫の上にちょっと窓から落ちてしまって、毎日あの目覚ましが鳴るのでちょっともしあれしたらちょっと中入らせていただいてって、結構もうおばあちゃんの方だったんですけど、で、あ、じゃあどうぞって言われて、あ、はい、多分あそこの奥なんでつって、それで、なんか棒かなんか持ってって、ほうきかなんか持ってって、それで、まあ、ほうきでボンと落として、あ、大丈夫です、これで、つって、あ、いいえ、いいえ、つって、すいません、なんて言って、階段降りてったら、多分息子さんとかがちょうど帰ってきたの、ね、急にわけわかんない人が、階段から、家から出てくるから、何この人みたいな感じで、ね、ほら、結構、年老いたおばあちゃんに、なんかやったんじゃないか、みたいな。でもすぐ言ったよね、すいません、目覚まし時計が落ちてしまいまして、つって。あの、買っちゃってっつって、ああ、じゃあ、ああ、そういうことですか、すみません、なんか、ちょっと、つって、まあ、やっぱ慌てたよね。なんか、ね、おばちゃん一人で、わけわかんない男が入ってきて、なんかしてんじゃねえかっていう、もう目覚まし時計をすごい見せて、ほうき持って目覚まし時計見て、さすがにちょっと焦ったね。でも、これ行かない、これはさすがに行かないと知らんぷりできないなと思ったし、ああ、まあね、そんな毎日、そう、毎日目覚まし、ね、周り近隣の人たちみんな朝7時に起きちゃうから、そうそうそう、そう、服だったらまださ、服が飛んじゃってって言えるけど、あっちからしたら一瞬分かんないでしょ、目覚まし時計だと。目覚ましはね、怖いけど、まあそれはそういったね。でもまたそのね、マンションの下とかそういうのが分からんね。うん、怖いよね。だからさ、俺もまあ、全然ちょっと違うんだけどさ、上の階の人がさ、うん、酔っ払ってさ、俺の部屋の鍵を開けようとしたっていうことがさ、ああ2日連続であった時にさ、はいはい、やっぱすげえ怖かったもんね。やっぱ怖いよね、夜中ね。で、なんかね、お詫びの品入ってたけどさ、うん、いや、俺がね、いや、だ、俺一番すげえ良くないなと思ったのがさ、うん、やっぱり洗濯、その物干し竿を使ってさ、上から取ろうとしたっていう行為がさ、それはちょっとね、ちょっと怖すぎるなと思って、ね、まあ、一瞬ね、一瞬だからバレないように穏便に済ませたいなっていう気持ちがあったんだけどさ、それが逆効果、逆効果なんじゃねえかなと思ってさ、それ素直にすいません、そう、すいませんって言っときゃよかったなと思って、だから手紙でも入れといて、すいません、実は落ちてるんですけど、あれちょっと、最初ね、言ってくるよね。そうなんだよね、やっぱり棒急に棒出てきたって言うするもん、普通に考えて何やってんのって、何やってんだこいつみたいなさ、うん、バレてないなと思ったんだけどね、もしかしたらそれ気づいたんだ、気づいたのね、ちょっと音をしたり、音がしてね、なんだよな。いや、でもいい方だよ、それちゃんとかけておいてくれたからね、うん、まあね、上の人のやつはなっていうことで、そうそうそう、よかったよね。でも買ったんでしょ。買った買うの早いね
判断が、買うっていう判断が、うん、もういいやと思ったから、うん、もしかしたらもう捨てられたかもなと思ったから、あそうか、まあね、うん、あで、まあちょうどさ、ワイシャツ自体もさ、まあ結構襟とかボロくなってきてたから、あじゃあまあいいタイミングかななんて思ってさ、なるほどね、うん、買いに来ましたよ、いやいや、そうでしたか、それはそれ新宿に行ったんだけどさ、はい、いつも買ってたワイシャツや、はい、店舗移動してさ、もう全然わけわからなくなってんね、もう、あ、新宿が、新宿がもう、新宿はね、新宿全然新宿で買い物しなくなったからさ、新宿は覚えて言っときながら、そう、いやもうこれもさ、去年話したかもしれないけど、うん、本当にさ、いろんな店も潰れてさ、変わってるからさ、はい、知ってた店がどんどんなくなってた、あ、はいはい、確かに、うん、たまに行くとね、うん、結構、あ、ここもない、あそこもない、そう、これはもう俺の知ってる新宿じゃないなって思った、じゃあもう、名乗れないですね、名乗れないね、新宿カーボーイって、うん、本当にあの頃みたいに週3、4行ってないですからね、行ってないよ、うん、もうだってあの喫茶店は塔の前にないじゃないですか、塔の前にないしね、毎日行ってた、うん、まあね、私はそんなことやってましたよ、金京さんが北海道で ね、忙しくしてる間、いや忙しくというか洗濯物飛ばしてましたいやなんだかんだしてる間ね、うん、あ、それはそうでしたか、そうです、いやいや大変でした、はい、ありがとうございました、じゃあありがとうございました。